無垢の板で使うことによって呼吸するっていう効果も出てくるでしょうし、癒しの効果も出てくるでしょうし、その木の持つ性能っていうのは当然生かされるんでしょうけれども。美しさを壁であったり家具であったりインテリア製品であったりに使えるようにしたのがアルマジロ。加賀友禅で染めた布と今編んだものもあるし、着物の白生地とも編んだこともあるし、欅の網代ってないですから、ウォールナットの網代ってないですから、でそういうのまで全部バリエーションを増やせるようになったのが大きいですかね。